おめでとうって何？何これ？え？下川チャンネル。皆さんこんにちは。下川チャンネルの下と川です。ちょっと待って。このさ、赤文字殴り書きでおめでとう。ちょっと怖いし。何やんですかこれ？説明求む。1回しかないんだよ。この箱は下の30歳のお祝いを記念しての30枚福袋を買ってみました。イエーイ。ちょっと待って、ほんまに誤解を与えてる。マジやめて。うちほんまに全然30歳でもないし、言って数年が30。そうやけどさ、30万って何？これ何？母さんが買いだってこと？お祝いやからな。おめでとう。30万の福袋買いたいから、うちは30歳おめでとうみたいな感じでこじつけて買ったってことでしょ？本当にちゃんとした理由がある。妹が買ってきた20万円福袋だったやん。あれと同じお店やねん。なんか今回は通販で SNS では告知しておらず、ゲリラ販売のため見つけた方はナイスだと。そんなもん買うっしょ。買うっしょにはならないっしょ。気になるっしょ。気にはなるっしょ。じゃあ今日は自分たちのお金で買ってたおめでとう。まあこの夏頑張ったし、ドッキリとか開催していきたいと思います。ゲリラ販売で30万のものを売るって何が入ってんの？なんか一応内容最強、超豪華仕様、刺激が足りていない、そこのあなた、一味違ったネクプロの高額福袋開けてみたくありませんか？世の中の煽り文句全部入ってんの？前回20万円福袋で、うん、モルネックプラスアルファで、それにこれだけの歌い文句やから、もう何の疑いもなく購入カートに入れちゃったよ。でも1個30万円か。まあこの夏のご褒美。じゃあ開けますよ、早速。いや30万なんかさ、めっちゃやっぱいっぱい来るんだよ。梱包じゃん。え、待って、福袋になってないよ。見て、もうなんか見えてるけど、もうこれはダイヤモルト30万、まあが1、そして2個ですね。まあこれで1万ぐらいか。それで終わり？マジ残りこんだけ。じゃあ20万の時と違ってもうほぼカード終わりやよ。ごまかしが一切ない。ほんまにネクストプロで買った？そういう悪質なフィッシングサイトとかで買ってないやんな。いや、さすがにネクストプロがメール来てたで。2つ入ってて、大きいのと小さいのが、だから大きい方がローダーエリアと思ってこっちあげます。ビルヘルムとか GP プロ向けあるんじゃない？はい、見えてないですよこっちも。フォーメアスリーブ、こちらレッドギラゾーン。ほんまあ、普通に嬉しい。新しいカード、強いカード、ね、普通に 4,5,000 するから。で、後ろこちらレッドギラゾーンで、レッドギラゾーンが4枚、ボックス合わせて今3万弱ぐらい。27万円足りてないで。まだだから、バキ、バキビルか、バキやばい、もう行くで。なんか2つ入ってるわ。2つも行きます。ローダー、こっちもちょ見えへんようになってるわ。ローダーにはちょっと怖い。ちょっと何ネクスト2枚ちゃう。あるぜ。じゃあもうちょっとこれ伏せるわ。黄色とピンク、はい、どっちがいい？ちなみに前回の動画ピンク色がモルトネクスト。やっとピンクから見たら分かるんじゃない？オッケー、こちらです。おお、何？はい、腐敗のダイハード流星の CS 優勝プロ。おお、かなり綺麗そう。そこまで日焼けもしてない。してない。じゃあ今で18万円ぐらい、残り12、3万。ラスト1枚黄色のローダーです。はい、おお、ボルドギの CS 優勝プロ。すごい、これ死ぬほど値上がってますからね今。やったらこの優勝プロもセットで30万円ぐらい、プラスおまけでレッドギラゾーンの4枚セットとダイナボルト2ボックス。なんかそんな優勝プロも手放してまで売り上げ作らなあかんぐらいのかな。ちょっとな、いろいろそのゲリラでさ、月末調整的な。ということで本日は30万円福袋開封した結果こんな感じでございました。いや、この夏最後にいい思い出作れたんじゃないですか。逆を返せば福袋でしかいい思い出なかったけどな。リアルさ、この辺のデュエマの優勝プロモたちってどこまでまあ値上がったりすんねやろな。まあ、数少ないからもう分からんよな、ここまで来たの。てなわけでね、今日出たこのカードたちは私の未来の30歳のお誕生日プレゼントということで、まあその頃には100万円ぐらいになってるかな。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。逆に30歳の頃に半額ぐらいになってるかもしれへんね。マジであるんよな。